はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の確率分布と確率変数丸2をお送りします。で、前回からねこの確率分布が始まって、これで2本目です。で、今回も前回の続き、ちょっとね前回でもやりにくい問題を2問やっていきますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとわからないのがあれば今からね自分の方が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回も両方ともね確率分布を求める問題となっております。だから表をね作っていきたいんですけど、で、まず1番はこの1個のサイコロを3回投げます。めんどくさいんでね、3回投げると 6×6 の3乗なんで216が分母になると。で、その時出た目の最大値 x の確率分布を求めようっていう問題。これわりかし結構有名です。まあ最小値 x だったりすることもありますけど。で、いきます。でね、ちょっとね書く量が多いのでちっちゃめになっちゃうんで、もしね見にくかったらパソコンで見てる方もね全画面表示で見てみてください。で、x の下が p か、確率 p ね。で、今回はサイコロ投げるじゃないですか、3つ。でね、出た目の最大値ってことなんで、その3つ目が出た時の一番でかい数の確率分布を求めたい。つまり 1,2,5 って出たら5なんだよね、最大値だから。ってことは全部1が出れば最大値は1から始まるので、もちろん1もあり得ると。で、2,3,4 全然入らなかった。で、5の6もあるもんね、もちろん。で、7はサイコロにはないので、で、合計が1とこうなります。で、まあさっきも言ったようにサイコロ3回ね、まあ3個でもいいですけど、3回投げるときってのは6の3乗が分母になるから、まあ216分の、まあ、こうなると。つまり分母が216なんで、分子もでかいんだよね、必ず。合計で216になんなきゃいけないからさ。で、やっていきます。で、全部ね、まあ、求めていくんですけど、で、もちろん途中式を書かない問題、これだけ答えろだったらいいんですけど、わりかし途中式というか、まあ、計算を全部書かされるので、そうなった場合は例えばまずね、1の時求めたければ x じゃない間違えちゃった、確率なんで p を求めたいと。で、 x が1の時の確率なんで p カッコ x イコール1とか、こんな感じで書いてください。で、やっぱ基本的にやっぱ隅が簡単なんですけど、これ1が一番簡単で、最大値が1になるのって、さっきも言った全部1が出ないと最大値1にならないんだよね。1個でも2とか出てしまったら最大値2に変わってしまうんで、だから111しかない。つまり普通に書く、まあ一通り一通りって分かるんだけど、ちゃんと書くんだったら6分の1の3乗になります。これどういうことかっていうと、6分の1、1が出るしかないから、1が出るってのは6個のうちの1個分なんで6分の1、それが3つ分3回出なきゃいけないから6分の1の3乗つまり216分の1ですねつって、こうなりますって感じで全部やっていくこれね。で、最初にも言ったようにちょっとこれ有名な問題なので、やり方覚えてもらうとすごくいいんですけど、例えばどうしようかな、ちょっと下行こうか、2の時いきます。で、これね、さっき計算書きますね、後で説明しますから。これ6分の2の3乗から6分の1の3乗引くんです。で、ちょっともう一個かけていいですか。今度 x が3の時、最大値が3ね、の時は6分の3の3乗から6分の2の3乗を引きます。なんとなく流れがつかんでくるね、次もこうなるんだろうなって予測は立てられると思うんですけど、で、一応俺計算すると分母は216共通です、両方とも3乗してるから。で、分子が2の3乗で8引く、消しちゃったよ、1の3乗で1だから8引く1で、ここは7です、つまり7になる。で、こっち分母は変わらず216、3の3乗27引く8だから19なんで、ここは19と。
まあ、こんな感じでやっていくんですけど、でなんでこの計算で出るか、これ何表してるかっていうのをちょっと覚えてほしくって、こっちでいこう、どうしようかな、こっちでいこうか、いやこっちでいこう2の時ね、最大値が2の時で、これは数えればパターンとして7通りしかないので、まあ、数えることもできるんですけど、これ何やってるかっていうと、6分の2の3乗っていうのは全部2、1か2が出ていいよってことを表してます。2通り持ってきてるから、つまり全部最高と3箇所3回投げるじゃないですか、こうやって投げた時に1回目1にどっちでもいいよ、2回目1にどっちでもいいよ、3回目1にどっちでもいいよっていう状態、これ6分の2の2乗、6分2個選んでるからね、で表してる。でそっからこれを引いてる。これ何かっていうと、さっきと同じ全部が1の時引いてるの。だってこれ基本的にこの組み合わせ112とか122とか212とかなってくれれば、2が出てる限り最大値は2なんで OK なんだけど、全部1が出てしまうとここにならなくなるんだよね、こっち側だから。だからその全部1になってる時を引かなきゃいけないって、でこの式になる。で次はごめんね、消えちゃった。最大値が3になるっていうのは、1回どっか3が出ればいいんだよね、最低1回。だからここ123から好きなの、123から好きなの、123から好きなのを選んでいいよっていうのが、これを表してる。6分の3の3乗。これね。けれど、この中ではもちろん、121とかそういう状態も出てくるじゃないですか。で、それが、ここ、6分の2の2乗。12から好きなものを全部選んでしまったやつ、つまり3を選ばなかったやつを引いてるんです、そっから。そうすると、必ず3が1個選ばれることになるので、だからこれで計算が完了するっていう。で、それをやってます。なので、これが分かると、あ、じゃあ次はっつって。一応今回全部書くからね。6分の4。4つ好きなの選んでいいよ、3乗ね。から、3までで選んじゃったやつを引かなきゃだよね、つって引きます。こうやって。で、4の3乗が64、引く27。30、いくつだ ?60 万。間違えたくないから近くか。27。37か。こうなって37になります。これまだ下入るかな。あ、まだいけるね。で今度5の時、まあ同じですね。もうね、6分の5 3乗引く6分の4の3乗。でこれ6分の4とか約分したくなりますけど、しない方がいいよ。絶対ね、分母が共通してる方がやりやすいんでね、計算は。216分の5の3乗は125引く、64だから61か。つまりここ61と。でラストちょっとギリかな。見えないことはないけれど今度ね、右がちょっとそんなに多くないのでこっち書こうか、ここにね。で、x イコール6の時は、まあ、6分の6って書いておきましょう。の3乗引く、6分の5の3乗。で、216引く125だから、91か。つまり216分の91となるので、こうなる。で、時間にもちろん余裕があったらになりますけど、こういった風に書いた時、確率分布はね、分子を足してみて、ちゃんと216分の216になってるかを確かめましょう。これ大事ね。で、一応やると、64、125、125だから、210、OK ね。なってると。で、これで OK となります。これが別、上のね、これが答えね。まあ、定期テストの時ね、ここも書かされる気もしますけど、下の部分もね。で次2番いきましょう。で次色玉ですね。で今回は7個あります。白玉3個で黒玉4個が入った袋から4個玉を同時に取り出すと。でその時にその中に含まれる白玉の個数 y の確率分布を求めていきます。じゃあやっていきましょう。 y で確率が p と。で結局4個取り出すんで、あ、じゃあ0、1、2、3、4かなとかって思うんですけど、白玉は3個までしかないので、だから全部黒玉取ってしまうことができるでしょ。全部黒があり得るから白は0いけます今回。
もし黒玉が3個だった場合は黒3取っても白が1絶対入ってしまうので0がなくなります。ここからいいね。でここ1はありう、1、2で3までありうるね。4はないと、白が4足りない、ないんでね。で計1となります。この4項目ですね。でまず分母を求めてしまった方が楽かなと思うので、分母は結局これ、数 A の時かなにやったそのね、確率の時にやりましたけど、7個から4個同時に取ってるので結局分母は 7C4 ね。こうなる。でも 7C3 に変えてもいいんですけど、まあいこうか。4321ちょっと懐かしいですね。あーでも上かぶんないか。7654、4消える326だから35なんだよね。これが分母になります。35分の35分の35分のと。であとは分子を見つけに行きたいと。でどっからやっても構わないですけど、まあこれはやりやすいので、まあ、0からいこうかね普通にね。でまず PY が0の時で、まあ、35分の分かってるのでもう書いちゃいます自分はね。35分ので、 Y が0っていうことはつまり黒が4でしょ。だから4つの黒から4個を取るっていうことなので、ちゃんと書くなら 4C4 になります。まあ、つまり1なんだけどね。だから35分の1でここは1になります。はい、次 P がじゃないY が1の時、つまり白が1個ですね。でこれは35分のこっちから1個、こっちから3個だね。白から1個、黒から3個っていうコンビなので、3個の3個の中から1個取るから 3C1 かける4個から3個なんで 4C3 こうなります。掛け算ね、同時に起こらなきゃいけないので掛け算してください。で 3C1 は3です。 4C3 は4です。ちょっとね暗算してますけど、だから12ですね。35分の12となります。で次、まあいけるね、これはね。 P で Y イコール2の時、分母は35です。で2の時は白が2、黒が2だから3個から2個取る、4個から2個取るっていうことなんで 3C2×4C2 ですね。で 3C2 は3です。で 4C2 は312だから6になります。ね、で6318だから35分の18と。で最後も一応ねと書かされることもあるので書いときましょう。 Y が3の時で、これは35分のこっから3個、こっから1個ね取んなきゃいけないので 3C3×4C1、3C3 は1だからね。でこれ4だから結局4、つまりこうなります。で全部足してみると13で31で35になってるので、まあ大丈夫だろうということで、これが答えになります。ごめんね、焦点合わせるの忘れちゃった。よいしょ、ちょっと待ってね、これ大丈夫かな。まあこんな感じです。ちょっと懐かしい知識も入ってきますけど、この辺がね、あれなんだっけこれって思ってしまう方は、数英の方も確率取り終わってるので、そこちょっと見てもらえると、多分タイトルにね、確率で色玉編とかサイコロ編って分けたと思うので、まあ、その辺チェックしてもらえると多少やりやすくなるかなとは思います。いいかな？では、今回は高校数学数 B の確率分布と確率変数2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回タイトル変わってですね、まず期待値いきます。はい、期待値から。で、これ多分動画2本分になると思うんですけど、まず次回期待値の方やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。